目覚めよ、あなたのすべてをどうかこの世界、星の未来を目覚めよ、目を覚めそう。あやつの横を駆け抜けよ。いいな。君は気にするな。適当に逃げるでな。お主、何を。見殺しは夢見が悪いだろ。あなたが未来を気分はどう？私のこと分かる？よかった。それじゃあ改めまして、私フェステ、よろしくね。お兄ちゃん、遺跡で倒れちゃったの覚えてる？運ぶの大変だったんだから。あの遺跡は最近発見されたばかりで、他の人はほとんど知らないはずなんだけど、
どうしてあんなところにいたの？どうしよう。倒れた時に頭打ったとか？でも大きな怪我はなかったし。そうだ、名前は？それ以外は？思い出せない。そうなんだ、あなたも。記憶がないのに一人は寂しいの。実はフェステも昔のことはあまり思い出せないんだ。だから仲間だね。そうだ、フェステ、お兄ちゃんの記憶を取り戻すお手伝いをしてあげる。遺跡で助けてくれたでしょ。だから今度はフェステに助けさせて。よーし、そうと決まったら行動あるのみ。体が大丈夫そうならもう一回あの遺跡に行ってみようよ。何か手がかりがあるかも。よし、そうだ、出かける前にこの宿帳にサインしておいてくれるかな。よっしゃー、宿帳とは仮の姿。これはわしとの下僕契約書じゃ。これでお主は今日からわしの下僕じゃ。キリキリ働いてわしの借金を減らしてもらうぞ。な、お主なかなかに良い腕をしておったからな。このまま逃すのは惜しいと思っとったんじゃ。では改めて自己紹介じゃ。わしはフェステ、人呼んで永遠の美少女よ。なーに、心配するな。お主の記憶の手がかり探しを手伝ってやるのは本当じゃ。ついでに、だがな。では行け、我が下僕よ。まだ見ぬお宝が待っておるわ。とまあ、そんなわけでよろしくね。さて、まずはこの宿の亭主に挨拶じゃな。遺跡からお主を運んでくれたんじゃ。礼くらいは言っておくがいい。亭主なら1階のカウンターでふんぞり返っておるぞ。ああ、やっと来たか。どうだ、うちのベッドは寝心地よかっただろ。この店、そうめんコイン亭の亭主じゃ。いろいろと世話になっておる。本当にね、お前さんにはいくらつけ払いにしてやってるのかわからなくなってきたぞ。ほっほっほ、よし、そのまま忘れろ。今回ので桁一つ増えたからな。ちっ、主戦止め。どっちがだよ、ったく。金に目がくらんであんな遺跡に一人で行くとかバカじゃねえのか。そんなバカが心配でわざわざ様子を見に来たお人よしの亭主はどこのどいつじゃろうな。死なれたらツケは払ってもらえんからな。素直じゃないの。このフェステちゃんの魅力にメロメロじゃと素直に言え
ばよいものを。まあ大丈夫じゃ。これからはこの下僕が体を張って稼いでくれるからの。お前も大変な奴に目をつけられたな。こいつ見た目以上に年まで老害だぞ。店主さんたら何言ってるの？ですって、わかんない。これからどっか行くのか？ああ、こやつの記憶がちと怪しいらしいので、手がかりを探しにね。そうか、気をつけろよ。町の外は危険だからな。記憶がおぼつかないならより用心しろ。周りにしっかり話を聞いて準備を怠るんじゃねえぞ。ここアステルリーズは近隣でも最大の商業都市じゃ。手に入らぬものなど何もない。気になった店はとりあえず覗いてみるとよいじゃろう。それと冒険者が依頼を受ける開拓局なんてものもある。とにかく広い町じゃ。焦らずゆっくり慣れていけばよい。あの門の外はモンスターたちが住む世界じゃ。一度越えれば戦いが待つと心得よ。さて、すごいのじゃ。ほっほっほ、よっしゃ。
ここがアステリア平原じゃ。マグナ大陸の南端で最も豊かな草原地帯じゃが、いろいろ役に立つものが見つかるし、バファリアの遺跡もあちこちに眠っておる。なくした記憶の手がかりも見つかるやもしれんぞ。お主と会ったのはあっちの方にある遺跡じゃ。まずはそこを目指すがよい。最近見つかったばかりでまだ手垢がついておらん。しかしそんな場所にいたのだから、お主はよほどの情報通じゃったのかもな。今は無理に思い出さんでいい。とにかく行ってみようぞ。